はい、皆さんこんにちは。対馬の YouTuber ソードです。今日は、うなつらの海岸から、海に向かって少し、いたいと思います。うちの神谷方漁協で、マグロの幼魚横輪の水揚げは、許可を取っている人たちで一層約年間に300数十キロしか取れません。キロ当たり1000円としても3、40万円しかありません。どうか対馬の漁師にマグロ釣らせてください。皆さんよろしくお願いします。外国の皆さん、対馬の漁師にマグロ釣らせてください。